わ、これ生クリーム美味しいわ。キッチャムさんいらっしゃい。こんにちは。こんにちは。すいません。お邪魔します。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。いや、妻にこんな素敵なお店ができてるなんて知らなかったんで。はい、もう生クリームいっぱい食べたいんで、はい、シンプルに生クリームのクレープで、はい、なんかちょっと盛りと大盛りみたいな感じで、はい、マシで、はい。お願いします。はい。うわ、すごい。まだ。すごい。すごい。すごい。ありがとうございます。今日ね、シュガーバター先輩いないんで、はい、食べれるんですよ。はい、よかったです、ね。いつもシュガーバター。いつもシュガーバター先輩取られますもんね。そう、あ、知ってます。さすが。代わりに僕が今日はいただきますんで、一、はい、つちょっとお願いします。はい。はい、うん、それやってみようと思って一回やったんですけど、うん、やっぱりちょっと一緒こっちは、うん、やっぱり好みもありますしね。ですね。
だから食感出すためにまあザラメもいろんな種類あるんで。ああ、そうですね。あーでもめっちゃいい焼き出すね。すいません、お待たせしました。シュガーバター。はい、ありがとうございます。熱いので受けてください。はい、うわ。あめ、うわ。もう香りも、うわ、これもうめっちゃいいですね。やっぱパリパリに焼いてて。そうですね。うん。うん。うわ。めっちゃ美味しい。やっぱりこのシュガーバターってこのサクサク。そうですね。これもめっちゃ美味しいんですよね。うん。やばいね。生クリーム、ホイップじゃなくて生クリームで、こんだけ持ってもって中も。で、550円。これまた海でクレープ食べるのは初めてやけど。ちょっといただきます。うん。うわ、やっぱり生クリーム美味しいわ。うん、甘すぎず。これやったら、これ全部食べれるよね。食べやすい。ちょっと生地んとこも一緒に。うん。あ、生地も美味しいわ。もうバランス最高です。いや、これ海で、妻の海もめっちゃ久しぶりやけど。9月になってるけど、やっぱ人いるね、まだ。